た。よし、はい、今日はですね、僕の曲でございます。おー、新作ー、よし、新作です。皆さん、皆さん、次回だったらね、何回しろね、半年ぐらいやってるじゃん。今日やりたいものが、その名もダブルモノマネ。ダブルモノマネ、ダブルモノマネ。皆さんにくじを2枚引いてもらいます。そのくじには、そう、アニメのキャラクターが書いてあります。おー、名前書いてある、はい、で、そのキャラの、まあ、声とかアクションを演じて、こっちの方のモノマネをしてもらう。おー、こっちはキャラでしょ、キャラの声とか。そう、はい、モノマネしてる状態でこっちのモノマネをする。よくわかる。なかなか難しい。なるほど、ま、混ぜるってこと。ダブルモノマネ。なるほど。今日は、バイキンマンの声で、まあ、ルフィのセリフを言うみたいな感覚です。ちょっと一回やってみてもらっていい？例題。難しい。おめだったね。大の通り、俺はなる。なるほどね。わかったわかった。声とセリフをガッチャンコさせる以外にも方法ってあるの？このダブルモノマネ。動きとかでも表現できる場合は、気持ちつけていい。すごいランゲージできるキャラとかもいると思うんで、なんかトゥーシーに思わしくない。ランゲージ、ランゲージ、俺も思った。という感じで、まあ、やっていくので、はい、明日はくじ引き行ってみましょう。はい、という感じで、くじ引き持ってきました。皆さん一応今ルール説明したんですけど、イメージできてます。まあ、なんとなくなってます。例えばできそうとかあります？例えば、ドラえもんが鬼滅のさ、ギルさん、あ、ギルさん、ドミオさんをやるとしたらこういうことね。てててて、生殺与奪の剣。あー、そう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 。お前が握ってんの？4次元ポケットから出てくるってね。あ、でも俺、リヴァイとマジンブーは。おお、リヴァイとマジンブーは。お前ら、チャンコになっちゃう。でもそれが出るとは限らない。そうそうそう、得意なのが出るかわかんない。知らないのが出た時はどうしたらいいの？知らないのはもう頑張って、頑張ります。知らないのはとりあえず自分の中にあるキャラクターで。オッケー、わかった。今見てください。なるほどね。わかりました。今わかんないです。じゃあ見てください。はい。やべえ。じゃあ一回皆さんの発表してみましょう。はい、はい、じゃあトゥーシから行こう。はい、トゥーシはフリーザ、アナゴさん。おー、いいじゃん。アイシャルケータさんは藤木くんと感じる。面白い。やばい。グルグラフィーだ。はい、じゃあダノさん、セルトとナルド。セルトとナルド。はい、じゃあ僕がキングさんとジャイアン。あー、なるほどね。そして村富さん、ワンパンマンの埼玉。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 あとミッキー、ミッキー。はい、埼玉とミッキー。そしてネス、ルフィとハマさん。ちんまわちゃんね。やばい。じゃあこれ一人ずつ披露していくよ。いけるし、もう誰か。ちょっとじゃあ。シンキングタイムだ、これ。シンキングタイム。じゃあ俺行きますか。おお、はい。メインはキンさんで、ジャイアンのモノマネをする。はい。はい、じゃあ行きます。俺は、じゃあ。むずい。めっちゃむずい。頭のこんがらがる。ちょっと待って。あ、むずい。俺はジャイアン。お前は、一体のび太。めっちゃ待って。止まり、止まり、止まり、止まり。じゃあセルとドナルドで、セルがメインでドナルドのモノマネいきます。この気配は18号、ブルコガココ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 。悪くない、悪くない。なるほど。じゃあミッキーのモノマネをしながら埼玉します。おー、埼玉メインで。はい、ワンパンで終わっちゃったよ。コンビニ寄って帰るか。はぁ。ミリキ君の声で炭治郎の名台詞。俺は長男だから我慢できたけど、次男だったら我慢できた。あ、お腹痛い、お腹痛い。でも僕長男だから我慢するよ。アナゴさんとフリーザなんですよ。これ当たりだよね。アナゴさんの声のフリーザの、ザーボンさん、ドードグリアさん、苦労しますよ。こうやってこな、こうやってこな。難しすぎませんこれ。はい、どうぞ。これ終わらない、ラウンド1。ラウンド1、ラウンド3ぐらいまでいきましょうか。ドラムのさくらって感じですよね。しかないっすもん。違うよ、これ違うな。このゲームの趣旨だ。むずい。こうやってないといけない。むずい。むずい。これちょっとむずいぞ。ちょっと負けた
くない自分がいる。ちょっと待って。やれるの面白いね。最悪だぞ。これさっき藤木くん引いたじゃん。長澤くん引いたんだよ。OK、行こう。はい。長澤くんとグーフィー。まあグーフィーの立場でミッキーに対して本当に思ってること。ミッキーはいいよね。家焼けたことないだろう。アニメシーのこれパラボタイですよ。じゃあ僕はねペテルギウスでうまいもんで、うふふ大大司教大大監督ペテルギウスのマネーコンチ、うふふ脳が震える。おおゲンドウとゼニガタ警部で、じゃあゼニガタ警部メインのゲンドウの前に行きます。ルパンエヴァに乗れ。そいつが人だ。いやいやいや、面白い。面白い。いや、いるわ。エヴァの世界にいてほしいわ、今の。シンジ君、どんな気持ちなんだよ。やばいよ。ルパン、やべえ、ね、悟空とベジータ。おっ、ベジータなんだね。おお、声がいいなんだね。これネタの選手だっけ。じゃあ悟空がベジータでいただきます。おカカロット、おめがナンバーワンだぞ。なるほど、自分で自分で言ってる。結構面白い。面白い。スタメン花火だぞ。あ、あらあら、でもそういうことだ。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 ポッコとルイージな。
ークの蜂蜜、お前ら人間じゃない。あー、取られたんだな。なんかあれだね、飲みの席とかでも面白そうだね。自宅飲みしてるときとか、イベントの企画でこれ、生放送の企画やったら面白そうだね。あの、トレードシステムありんじゃん。なんか途中でルール作ってんだ。月とかね、ゾマもね。面白い企画だったんで、ぜひ皆さんもね、試してやってみてください。という感じで、お相手はリアルオビオボーイズのメンバーでした。ありがとうございました。ありがとう。チャンネル登録と高評価とベルマークの通知。ベルマークの通知ボタン。オンオンだって。バイバーイ。セイガチガチガチありがち、オタクにありがち。